CC Link I Field Network 接続ガイドアナログ IO 編設定配線が済んだので設定を行います。電話が電話番号によって区別されるように、伝送先は局番によって区別されます。ご覧のシステムは3つの局で構成されており、マスター局は局番0。 リモート局は、局番1、2を指定します。マスター局とリモート局でデータを受け渡しするためにお互いのデバイスを割り付けますマスター局の出力許可出力値のデバイスを局番1のアナログ出力ユニットのデバイスに局番2のアナログ入力ユニットのデバイスをマスターユニットの入力値のデバイスに割り付けます 設定内容に沿ってハードウェアの設定手順を説明します。リモート局の局番はユニット前面のスイッチによって設定します。局番1のリモート局は1に合わせます。 曲版2のリモート曲は2に合わせます。